皆さんこんにちは。アスリート個別栄養サポートの北みのりです。こんにちは。このチャンネルではですね、体を大きくしたい、バテにくくなりたい、身長を大きくしたいというアスリートへ向けて情報を発信しています。コツだけじゃなくてレシピ等もお伝えしていっております。今日はですね、そんな中でパンケーキミックスを紹介以前したんですが、そちらを使ってアスリートもぜひおすすめなパフォーマンスアップのためにおやつとしても利用してみてほしいパンケーキをご紹介していきたいと思います。どうぞ。今日使うものはパンケーキミックス。こちらパンケーキミックスだけで紹介している動画があるので、ぜひ参考にしてみてください。あと豆乳、バニラオイルですね。バニラエッセンスでも大丈夫です。しっかり裏を見て購入してみてください。では早速混ぜていきます。こちらのパンケーキミックス、海塩が入っているのがポイントでした。ミネラルをチリツモで取っていきます。いつも皆さんありがとうございます。本当見ていただいている皆様のおかげだなと思っております。本当にね、励みになっているので、ぜひコメント等もいただけたら嬉しいです。今日はアーモンドパウダーも入れてみました。少し香ばしくなるだけでなく、アーモンドには運動によって発生した活性酸素に対抗する抗酸化作用のあるビタミン E も含まれています。その他マグネシウムなどミネラルも含まれているのもいいところですね。このすりごまとかでも近い風味出せるかなと思います。こちらなくてももちろん大丈夫です。今日はちょっとプラスアルファで入れてみました。油を敷いたら焼いていきます。今日のトッピングはですね、いちごとかミネラル補給にカカオニブですね、あと抗酸化作用のある生ハチミツを少しかけて食べようかなと思います。お好きなフルーツやカスタードなどと合わせてもいいかなと思います。お子様とならパンケーキパーティーとして楽しみながら、おやつとしてもいかがかなと思います。いかがでしたでしょうか。せっかくね、食べるたり作ったりするのであれば、アスリートのパフォーマンスアップの一助となればいいかなと思います。お母さんが作るだけじゃなくて、たくさん作ってパンケーキパーティーみたいな形にして、あとクレープでもいいと思います。たくさんフルーツとかと一緒に使ってみてはいかがかなと思います。私の動画ではこのように体を大きくしたい、バテにくくなりたい、身長を大きくしたいというアスリートに向けて情報を発信しています。お悩みについて詳しく知りたいという方は説明欄に LINE の追加方法があります。そちらに行っていただくと限定のセミナーやイベントの情報が届くようになっているので、ぜひそちらに行って一緒に学んでいけたらなと思います。あとはこの動画がちょっとでもいいなと思ったら、いいねボタンとコメント、そしてチャンネル登録ぜひお願いします。作ってみたよっていう作レポもぜひぜひお待ちしております。すごい早い方も上げて次の日とかに教えてくださったりとかして、とっても嬉しい限りです。お役立てできていたらすごく幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート個別栄養サポート、北みのりでした。